文章組織の中心となる職員室公務文章とは学校内における運営上必要な業務分担である。業務分担のために編成された組織系統を指すこともある。児童、生徒の生活、進路の指導や時間割の作成、保護者団体や同窓会など外部団体との交渉、調整などについてそれぞれを担当する文章組織が中心となって業務を行う。 各文章組織は部、課などの名称となっていることが多く、どの文章組織がどのような役割を有するかは学校により異なることもある。各文章組織の責任者は部長、課長、主任、主事などと呼ばれ、各文章組織の構成職員とともに校長が決定する、非常勤の職員を除き、 ほとんどの職員がいずれかの文章組織に所属する。一人の職員が複数の文章組織に重複して所属する場合もある。法令上は校長や教育委員会の業務であっても、個々の学校や児童、生徒に関わる業務の多くは担当文章組織が立案し、校長の決裁を経た後に実施、もしくは教育委員会へ報告され、報告に基づき教育委員会が実施する。 共闘、事務長及び各文書組織の責任者で構成される運営委員会は、各文書間の連絡、調整、重要な事案に関する校長の諮問機関として機能する。各文書組織の名称、役割、設置の有無は学校により異なることがある。また、例えば保険が、生活指導に、情報システムが興味悪いは進路指導に、統合されているなど、編成の仕方も、 学校の実情に応じて様々である。生徒指導部の中に保険係として置かれる学校もある。ありがとうございます。